古代エジプトの服飾とは、紀元前3200年から紀元前341年までの現在のエジプト周辺にあたる地域での服装を指す第18王朝の墓の壁画、様々な階級の人々が描かれている。エジプトの壁画に描かれた人物世界最古の紡ぎ木は、エジプトのファイウム湖畔で発見されたもので、少なくとも、 紀元前五千年頃からエジプトには糸を紡ぐ技術があったことがわかる。この紡ぎ機は円盤の上に紡を設置して回しながら糸をよったものである。共に発掘されたアマの布の残骸から当時の布はおそらく木に縦糸を吊るしてで横糸を編み込んだものと考えられている。そして原存最古の織物とされるアマの筆を追い原存最古の衣服とされる。 タルカンで発掘された第一王朝の優美なアマのチュニックなどもエジプト文明の映画を今に伝える瓶である。古代エジプトでは、紀元前3世紀頃からナイル川流域でリネンが生産、輸出されていた。新王国時代の初め頃、小アジアから初めて木綿が輸入されて、ナイル川流域で栽培されるようになり、現在まで名産品となっている。国書のエジプトでは、 薄手の理念が主な衣服で作りは簡単なものが多かった。男子は腰布の、女子は胸から足首までを覆う筒形のワンピースを着用し、神官や貴族、そして王族の服装は衣服の材質や形状よりもその身分や職業に応じた特別な装飾品を身につけることで庶民と区別された。エジプト人は衛生面や 体温の発散などの目的から、男子は髪を剃り上げ、女子は短く刈り込んでいた。行為の男性の間では意義を正すために、様々な被り物が考案され、編んだ人毛もしくは、浅糸を使ったカツラが身につけられた。平民や奴隷は、裸足が多かった。履物は、かかとのない平底のパピルス製サンダルが使われたが、王のものは、つま先が反り返った。 特別の形状で王権のシンボルでもあった。エジプトでは、主な身分標識である、装飾品の製作が盛んであった。ファイアンスのビーズを筆頭に、宝石、貴金属、ガラス、尻尾など、現代の装飾品に使われる材料の多くを、古代のエジプト人は知っていた。首飾り、腕輪、足輪などが作られていた。頭飾りは、非常に好まれ、 飾り串、ヘアバンド、冠、頭巾などが使われていた。第18王朝の墓の壁画。狩りを楽しむ貴族。葡萄を収穫し酒を作る庶民。料理をする庶民。上部左右に描かれた人物の傍らには、全裸で弁髪をした子供も描かれている。古代エジプトの腰布、テーベ墓地の壁画古代エジプトの男性は、基本的に腰帯の前に布を垂らした。 シブオーイの上から一枚の布を腰に巻きつけるだけのシンプルなものだった。エジプト人にとって尺道色の皮膚は黒褐色や高褐色の皮膚を持つ近隣の民族と自分たちを区別する象徴であり、イスラム教の金欲的な思想が持ち込まれるまで肌を露出することはむしろ誇りであった。髪は剃り上げており、気温の高い環境下でも衛生的であった。 庶民の男性は、ほぼ古代エジプトの前時代を通して、ロインクロスの一種であるシェンティという白いアザブを腰に巻いただけの姿であった。腰布は、時代とともに徐々に長くなる傾向にあった。腰布には、腰に巻きつけて結ぶもの、股を通して結ぶもの、紐などで腰を締めていた。股間は丸見えだったという。 多くの庶民は反り上げた頭か自然の髪のままであったようだ。新王国時代の初め頃に肌が透けるほど薄い木綿でできたカラシリスと呼ばれる衣服がコアジアから伝えられた。木綿は最初高価な贅沢品であり、初期や地主など社会的地位が高く裕福な人々だけがカラシリスを着ることができた。上流階級の衣装も腰布が基本であるものの 異民族の文化や輸入品の影響を受けて、時代によって、好みが変わっていた。広国時代は、王や貴族も腰布をほぼ唯一の衣装としていたものの、上流の人物ほど布地を多く取って丈長く、ひだを取るなどいくらか優雅な装いをしていた。現在最古の織物とされる、紀元前3190年頃の第一王朝の、王ドゥジェール王の遺品は、 縦糸60本に横糸48本という現代の基準からしてもかなり緻密な高級理念である。その後、第18王朝に至るまでの出土品から察するに、基本的にエジプトの織物は縦糸の方が密である特徴がある。出土品の中には織耳に藍で細い島を織り出したものもあり、藍や玉ねぎや紅花を刺繍糸の染料として使ったと見られる記述が、 残るなど、ファッションを楽しむ余裕があったことがわかる。行為の男性は首飾りを好み、職業の象徴として最初は、女神、マートをかたどった、ペンダントトップを誇らしく、そこに避けた。新館は、氷の毛皮をまとったが、多くの古代社会で用いられた羊や牛などの毛皮は、不条のものとして庶民に使われることはあったにしろ、避けられていた。 皇王国時代後半には、貴族階級は、ファラオの象徴であった金のプレートを真似て、固く、糊をつけた、アザブ製の三角形の前だれを締めていた。新王国時代になると、最小や、医師長や布告官など最高位の高官たちはまるで、女性のワンピースのような独特の衣装を身につけるようになった。高貴な男性は肌を明るく見せる、気化色か 肌の赤みを強調するオレンジ色の顔料でできた化粧品を顔に塗っていた。エジプトにおける目元の化粧の最古の例は、紀元前4000年頃3200年頃のマーディ文化で使われた南万眼光にまで遡る。広王国時代に入ると孔雀石が、中央国時代に入ると崩壊石がまぶたに塗る、化粧品としてより好んで使われた。目の周りには、 アンチモンアーモンド済み、酸化マンガン、鉛、酸化鉄などの黒、灰色で眉とアイラインを引いた。自前の眉は反り落としてあるのが普通であった。2001年1月7日に、ルーブル美術館とフランス国立科学研究センターの共同研究チームがアナリティカルケミストリー電子版に寄せた論文によると、ごく少量の鉛を含んだエジプト人のアイライナーが、 岩病の原因となる一部のバクテリアに対する免疫機能を活性化することが実験によって分かった。また、エジプト男性は彼らの妻や娘と同じくらい爪の手入れに関心を持っており、第6王朝のレリーフには二人の男性ネイリストが、少年の男性の足の爪の手入れとヘマのマニキュアを施そうとしている場面が残されている。ファラオの腰布は特別性で、 細かく、ひだを取り両端を丸く立ち落として、前だれをつけたり、緑や黄色の縞柄のものを使い、黄金の三角形のプレートを下げるなど、進化のものとは明らかに異なっていた。上流階級の人々は意義を正すためにカツラを被ったが、王は、さらに特別な被り物をしていた。第四王朝以降クラフトという縞柄の頭巾が、王のかぶり物となった。さらにその上に、 上ナイルの支配者を表すヘジェトという白い冠や、下ナイルの支配者を表すデシェレトという赤い冠を被ったり、以上の二つの冠を重ねたセケムティという二重冠を被ったり、黄金のコブラやハゲワシの飾り物を取り付けていた。王の印として、付け髭をつけたが、これは、ごく若くして即位した、ツタンカーメンのような洋王やハトシェプストのような、 共同支配者ではない独立した女王も装着しており装飾品としての意味合いが強かった。エジプトの女性はかなり早い時期から現代でも通用するようなシースドレスと呼ばれる筒形のワンピースを身につけていた。庶民の女性も何らかのささやかなアクセサリーを所持しており化粧も行われていた。エジプトでは妻が 自分の自由に使える財産を持っていることが多く、男性の所有物ではなく一個人として扱われたため、後のギリシャの女性などに比べてかなりのびのびとオシャレを楽しむことができた。庶民の女性は胸の間から両肩にかけて一本、内し二本の紐でつる白いワンピースを主な衣料にしていた。細身のワンピースは胸から足首までを覆う、しとやかな印象のものだが、 縁にハベっている踊り子や、奴隷娘はチブを覆う程度の前だれのみをつけていた。ただし、女神像や王妃の肖像には、慈愛の表現として、胸を露出したものもあり、神や王女から仮想民の子まで身分に関係なく、同時像は、全裸で描かれるのが、 エジプト絵画の決まりであるなど、露出の多い衣装は動きやすさを優先したもので、客人を喜ばせるための貴族でいやらしいものでは、なかったと思われる。祝祭にはビーズで華やかに装うことができたが、貴婦人のようなビーズを編んだ、豪華な飾りが手に入らない庶民はビーズを通した、細紐かビーズに似せた組紐を腰に巻くだけで、我慢しなければならなかった。子供は、 髪の一部を結んで垂らして、他の部分はすっかり反り上げる弁髪の変形のような髪型をしていた。庶民の娘たちは、天のリボンを頭に巻いて蝶結びにし、白や赤や水色のビーズの腕輪をしていた。踊り子は舞踏の邪魔にならないよう自然の髪をお下げ髪にし、毛先に重り代わりのささやかな飾りをつけていた。新王国時代の初め頃に、 肌が透けるほど薄い木綿でできたカラシリスと呼ばれる衣服がコアジアから伝えられた。地主の妻や姉妹など裕福な女性が好んで着用し、同じ小アジアから伝来した巻衣も着られた。比較的裕福な庶民ならば、大白いや眉墨などを入手することもでき、太いアイラインを引いた独特の化粧をしていた。裕福なエジプト人は、 肌の色艶を保つ効果がある。ごま油で奴隷に体をマッサージさせていたが、かなり低い身分でも暇し油で肌をマッサージして砂や、日差しから肌を守っていた。植物油は古代エジプトの人々の生活に不可欠な品であり、神への供物、即意式に注がれる精油応募建設のために招かれた職人に、ごま油が配給された記録があり、 後のプトレマイオス町においては5品目の油の製造と販売が国家によって管理されている。ギザで発見された BC2589 から2566ゴロのビーズ製のワンピース上流階級の衣装もワンピースドレスが基本であるものの異民族の文化や輸入品の影響を受けて時代によって好みが変わっていた。国時代は 王妃やキプジンもワンピースドレスをほぼ唯一の衣装としていたものの、上流の人物ほど布地を多く取って、ひだを取るなどいくらか優雅な装いをしていた。祝祭では、色鮮やかなビーズを糸に通したネット飾りにしたり、羽に似た細かい模様を裾などに染めるなどのオシャレも、していたキプジンもいる。蜘物を運ぶ女性像やレリーフなどには、 おそらくスタンプの要領で染色したとおぼしい、幾何学模様が染められており、模様のある衣服を身につける場合もあったようだ。また、第四王朝の有名な彫像、ラーホテプ王子とネフェルト秘蔵に見られるような、大きく肩から胸元が開いたガウンを涼しい時間帯に重ね着していた。上半身裸の男性に比べて露出は少ないものの、 片側の乳頭が露出した巻衣やビーズの、チブオーイをつけただけの素肌の上にカラシリスを着た、女性のレリーフ、網目状にビーズを編んだ、出土品のドレスなど、裸に対しての感覚は、現代に比べておおらかであった。新王国時代には、貴婦人たちは、今までのワンピースやガウンに加えて、さらに優美な装いを手に入れた。 新しい支配地域となった均等地域から伝わった宝石のような色ガラス、透けるような布で作った白やパステルカラーのチュニックドレスや優雅なショールを細やかにひだを寄せて身にまとうようになった。新しい透けるドレスはカラシリスと呼ばれ現在のドレスのような広いデコルテや胸の谷間からへその上まで見える魅惑的なネックラインに仕立てられており深い組紐や リボンや、縁飾り、末期王朝時代には、刺繍や、スパンコールなどで装飾された。透けるものも透けないものもあったショールは、一様に縁を細かな房で装飾されている。カツラにも流行があり、よく知られる、ボブヘアだけでなく、中王国時代にはリボンで留めた紙を太く編んで、両肩に下げるハトホル風の優美なカツラが、新王国時代には細い三つ編みを全体に垂らした。 髪型が人気を博したことで知られている。髪飾りはよく知られた、花模様のヘアバンドの他にも、貴婦人だけが使える高価な香料を染み込ませた、櫛などが人気であった。宝石でできた襟のような大きな首飾りは、ウェセクやメニトと呼ばれ、貴婦人の必需品で陶器のビーズでカビに飾られていた。 こうした首飾りは大変重量のあるものなので、首が前に倒れないように後ろに重りをつけていた。中央国時代になると、美しい色ガラスや宝石を飾った眉油の技術も加わり、首飾りや腕輪は男女を問わず、用いられ、高貴な人々をより優雅に見せた。貴婦人たちは上質な大白いに加えて、アイラインや眉を引き、頬紅や口紅 宝石をすりつぶしたアイシャドウ、変なによるマニキュアなどによる化粧を楽しんだ。3000年前の遺跡からは動物性脂肪に香料入りの樹脂を少量加えたスキンクリームが発掘されている。古代エジプト女性の大白いは高褐色の顔料を水で練ったもので尺銅色の肌を明るく見せる効果があった。 変なの口紅や油分を加えて、スティック状にした新車の方紅も使われたが、目元の化粧は特に重視された。アンチモンアーモンドタン、酸化マンガン、硫化鉛、酸化鉄などの黒、灰色、地には、緑の塗料で、アイラインを太く描き、自前の眉を剃り落とした上からやはりアンチモンや、木炭の眉墨みで眉を描いた。アイシャドウには緑、空色、赤茶色、 茶色などがあったが、よく用いられたのは、クジャク石のアイシャドウであった。アイシャドウは上下のまぶたに抜き、時代は下るが名高い女王クレオパトラ7世は、上まぶたを青く、下まぶたを緑に彩っていたと言われる。化粧品には、香料や添加剤として乳、乳香、もつ薬、干末、タイム、マジョラム、花ッカエジプトプラム、アーモンドオイル、オリーブ油。 ごま油などが添加されている。王妃ネフェルタリ王妃の衣装は豪華であったが、ファラオと異なり形状自体は特に特別なものではなかった。王妃のかぶり物は天空の女主人と呼ばれる、高貴な女神、ムトの冠で翼を広げた黄金のハゲワシが頭に覆いかぶさるような形状のものであった。同じ王妃でも第一王妃以外の王妃たちは、 ナイルの女神アンケトを象徴するガゼルを模した冠をかぶった。ありがとうございます。